生きている間は、最も安定した職業というふうに言っても、あんまり問題ないと思うんですね。10代で1億稼ぐのは、極めて簡単ということです。こんにちは。将来、公務員になりたいと思ってます。理由は安定すると聞いたからです。しかし、友達や親にそのことを話すと、世の中、何があるかわからないから、安定なんかないよと言われ、地方公務員になるという目標が薄れかけました。岡田先生は、地方公務員イコール安定というのは正しいと思いますか 地方公務員以外の選択肢を取るときのことを考えました。以前、今後は2、3回転職するのが当たり前になってくると聞きましたが、それが事実ならやはり学歴は重要だと思います。 私は総や旧帝国大学学に行ける学力がないのです。こんな文献の私が社会を生き延びて安定した生活を送れるようになるには大学生になって何をしておくべきですかまあ,あの、実はこの相談ね前回の「プレミアム」で自殺問題を考える時に使わせてもらったんですよ。ななぜみんながが安楽死する権利が欲しいのかと若者は安楽死する権利を欲しがるのかっていう時にこの人が書いてるですね 生き延びて安定した生活を送るためにはこんなことをしなきゃいけないのかっていうハードルがめちゃくちゃ高いんですよねだからそのちょっと前回のです、ね、プレミアムの自殺の話のところで相談文使っちゃってですね延遠さんはですね何か自分の相談が読まれたのにいきなりですねステッカーが来て驚いたと思うんですけど今回もう一回ちゃんと読んでこっちの方で話答え考えてみたんですけどねあの地方公務員確かに他の職業に比べて安定してますよ。 だから永遠さんが多分生きている間はまあ安定した最も安定した職業というふうに言ってもあんまり問題ないと思うんですね。今後は分からないとかもう地方公務員も安心できないってよく言うんですけども民間企業の方が そりゃ危ないですよ。そんなもうソフトバンクなんてこれからどうなるか本当に分かんないですか。ホリエモンの言ってるです、ね、YouTube のことを聞いたらですね、来年あたり倒産してもおかしくない。<laughs> なんか楽天もですね、ソフトバンクもあれこれなんか1年以内にすげえ危ないんじゃねえかなというふうになんかちょっと僕もあのホリエモンの YouTube とか見たら思っちゃうぐらいですからですね。そこよりはマシだと思うんですよね。だからただですねこう、10代でですね、社会を生き延びて安定した生活っていう いうのの目指すのは大変だと思うんですよね。だからできるだけ偏差値の高い大学に入ってボランティアなんかのです、ね、公務員の就活に有利な条件を頑張って倍率の低いまあ,あの、できるだけ倍率の低い地方公務員を目指せばいいんじゃないかと。地方公務員って言ってもいろいろあると思うんです、ね、できるだけ倍率の低いやつを目指,した目指すかですねもしくは地方公務員の,その異性男性と結婚するとかですね 学歴をこっから伸ばすってなあどうだろうないや僕やっぱそ,そこまでしての安定って狙っても狙えないもんだから安定しないんだったら好きな生き方した方が得だと思うんですけどねみんなあの理想の相手と結婚なんかできないに決まってるし結婚してもそのみんなが羨むような彼氏彼女っていうのは 他の人も狙ってるからいつ裏切られるかわかんないしいつ他の相手に乗り換えられるかもわかんないっていうふうに考えている人多いと思うんですけどだから安定のために絶対に自分を見捨てないような安泰の人と結婚しよう恋愛しようという結論に至らないわけですね。つまり、リアルにに自分のの将来が予想でででききるるる恋愛とと、と、か結婚の話で考えると絶対に安定できるような相手と 恋愛しよう結婚しようというふうに思わないようなリアリティを就職にも持ってほしいんですよね。 だからせめて自分が好きになれる相手と恋愛しよう好きになれないんだったら恋愛なんかしなくてもいいやっていうのと同じようにですねなんかあの自分が別にやりたいことをやるのでよくてですねでやりたいことがないのであれば親のすねなんか俺は限界まで本当にかじっていいと思ってるんでですねまあまあそれでも働働けるとこころがあったら、どこでも働いてくださいですよ。だから安定した立派な就職ではなくてそんなことをどうせやろうとしてもなかなかできないんだから、えー、どっか手伝ってい てくれとかですね。なんかあの一緒にやろうやと言ってる人にですね。ホイホイついて行って仕事気軽に始めた方が僕はのいいとは思います、えー、最後です。矛盾した人女性10代です。こんにちは。たまに楽しく見させていただいてます。その度に賢くて面白い人だなと思って尊敬しています。相談があるのですが、世界一の金持ちのようにたくさんの個人資産を手に入れたいです。それには何が必要だと思いますか？ 根本的な間違いをすることも多いので、勘違いをしていれば指摘していただきたく、私は知らないことが多すぎるので、それにいると思う質問にも答えていただければ幸いです。問題の本質を瞬時に見極めて、まとめて、解決したり改善したりする方法を見出すときに使う知識、そういう知識はどうすれば身につくのでしょうか十数年から数十年単位の未来を予測するには、歴史の期間や内容密度、その他をどのぐらい知っている必要があるのでしょうか 最善な選択をするためには、どんな知識が必要でしょうか新しい選択肢を想像する手がかりになるものはあるでしょうかやりたいこともやるべきことも手につかない動き出せないそれをなんとかできないでしょうかというですね矛盾した人10代女性の考え方なんですけどもさてあのいろんなことを知りたいので教えてくれと、まあ、まとめて言えばそういうことだと思うんですけども。 なんかね、一見これだけ読むと知識欲があるみたいに見えるんですけども知識,欲知識欲ないですよね矛盾した人さんはですね知識欲がある知りたいんじゃないんですよ成功したいんですよでそういう成功するために知識が必要でしょでもその知識が何か私には分かりませんここから先に、何が役に立つのか分かりません全部まとめてまるっと教えてくださいと言ってるのであってこれは 知識欲とは呼ばないんですよ。あの、なんでかな。えー、楽して成功したいというふうに言えばいいのかな。でなのであの、知りたいじゃなくてですね、金持ちになるには情報が必要ですよね。その情報をすべて効率よく教えてくださいという質問だと思うので、それにですね、できるだけ誠実に答えようと思います、えー。たくさんの金を手に入れたい。つまり、世界一の金持ちのように、たくさんの個人資産を手に入れたいです。 なのでもうこれが本音だと思って答えますけどもたくさんの金を手に入れたいんだったらですね今のあなたのような人が人類にいっぱいいるんですよ同じような人がいっぱいいるんですよでこいつらがあなたのカモというか顧客なわけですこいつらから金を巻き上げるのがあなたがやるべきことなななんんでですよ。かかというと、いいうあなたが分かってるのはこ,これだけなんですよ。 とにかく何が何でもいいから金が欲しい楽に金が欲しい世界中の金持ちになりたいという強い欲望はあってそれ以外は何も分かってないですよねそういう人ってすごい多いからその人たちからお金がもらえるようになればあなたはですねマーケットが全部分かってるターゲットニーズも全部分かってるので,ですね、えー、成功しやすいはずですターゲットの人たちは個人資産を楽に大量に手に入れたいそのための情報を知らないまあ自分と同じ思い込みを巻き込むですね マルチビジネスのようなものが本来は向いてるんですけどもです、ねまあ、僕が具体的にお勧めするのはです、ね、10代で1億稼いだ私のメソッドっていう本を書けなんですよ10代で1億円稼いだんですよ私そのメソッドを公開しますって本を書いたりですね、まあ、オンラインサロンでも何でもいいですけどもとりあえず本を書くことを第一の目標にしましょうでこの本を書くためには何をすればいいのかっていうのを今からですね、えー、簡単に話します。ポイントはですね。 1>, 1億稼ぐのは10代で1億稼ぐのは極めて簡単ということですん、えー、でかというとですねあの経費1億円を使って1億の売り上げを達成すればいいだけだからですね1億円使って1億円稼いでも儲けはゼロなんですまた儲けはゼロまたはマイナスなんですけどもこんなことを気が付くやつは最初からカモにならないんですねさっきも話したようにあなたみたいな人をカモにするんですあなたみたいな人の中でも 10代で1億稼ぎました。1日で1億稼ぎました。秒で億を稼ぎましたって言われたら、本当それどうするのって言って寄ってくるような奴はカモなんですよね。こういうふうな人がカモなんですけども、あの、まあ、具体例をですね、ちょっと説明します。5番まであります。1番から5番までありますのでですね、え、これ僕にしては珍しくあらかじめ準備して考えてたんですけどもですね、まず、知り合いにですね、1万円ちょうだいと。 1>, 1秒後に1万1円にして返すっていうんですね。で、こう持ちかける。1番です。2番、これを1万人に対して繰り返すんですよ。もちろんですね、10万円貸してで10万円1円して返すというふうに言ってもいいんですけども、まあ1万円ぐらいでしょ。う。1万に対して繰り返す。で、YouTube 企画にしてですね、あのその場で知らない人にやっててそれを動画で撮るのでも全然構いません。1万円頂戴1万1円して返すからっていうとですね、他人からもらった金額を 1>, 1万円を1万人に繰り返すとですねこれで売り上げが1億円ですよね経費は1万人に対して1円ずつ払ってるからあの実はたった 1, 1万円なんですよよくあのほら YouTuber とかで年収いくらとかって言ってるやついるじゃないですか。 あれ、彼らはですね。売り上げの一番大きい部分を言ってるんであって、売り上げを言ってるんですよ。年収ではなくて、実はユーチューバーのほとんどっていうのは。あの、年収いくらって言ってるの、売上いくらって言ってるのも同じで、で、大部分の人はそれをトリックに引っかかって。あ、ユーチューバー年収すごいんだって思ってるんですね。それはなんか違うんですよ。彼らの売上であってですね。年収とは全然関係ないんですけども。まあ、気がつかない人はほとんどです。だから、経費が。 1>, 1億1万人に対して1万円私にちょうだいそしたら1万円1円にして今すぐ返すからっていうのをまあ、こう10代の女の子ですからそれを利用して繰り返すだけでいいです。これが3番です。4番これで10代で1億円稼いだ私っていうですね肩書きというか実績ができるわけですね。あとはこれに、 この言葉のトリックに騙されて金を払うかもですねを引っ掛ける商売を考えるんですよそういうかもを引っ掛ける商売っていうのは僕はそういうのは嫌いだから考えませんしあの教えませんで5番目ですねこの1番から4番の方法が法律的に問題ないかどうかは僕は知りませんあくまで考え方の道筋であってこれのアレンジでも全然構わないんですとりあえず、億円。 稼いだっていう実績があればそれれでで騙さてて人はついてくるんですね。そういう人たちに対して「えー、あなたがあこんな私とあ同じような存在になりたて,てると思いませんかあなたは1億円あったら何をしますか ?1 億円今あったらどんなことをするのかすぐに今すぐイメージしてくださいそれが明日にも可能になるんですよ」みたいなことを言って本を出しゃいいだけです。で これを頭に入れて本屋さんに行ってください。そんな本がいっぱいあります。<laughs> ということは本屋さんでその本のボリュームがそんなあるということはこれに騙されるとか世の中にはこんなに多いんですね。な,なのであのまあこれね裏道だしね邪道なんですけども司令官あなたはこういうのをですねあんまり抵抗ないと思うんですよね。僕はこういう方法好きじゃないのでですね大事なのは。 僕じゃなくてこういうのが得意な師匠が世の中にはいっぱいいますからその師匠に金を払わずにちょっと学んでですね、えー、自分なりの方法を編み出してください自分なりの方法が全く思いつかないんだったら「あの1万円ください」そしたら1万1円にしてすぐ返しますっていうのを本当にやるだけでも大丈夫だと思います。お疲れ様ででしした。た今日の無料ここまでですもう1時間ぐらい話しちゃったよな。